オリックス西武、4日、ホットモットフィールド神戸、オリックス森友哉捕手、29、が4日、出場選手登録を抹消された。上半身のコンディション不良で3日、西武戦はベンチ外。この日もグラウンドでの試合前練習に参加していなかった。前日の試合後、中島監督は、古傷といえば古傷らしいんですけど、早く治った時もあればちょっと長引いた時もあった。 といいうう感じなんでと心配そうに語っていた5試合連続打点中と好調だったが2日楽天戦でのスクイーズ処理で高島と交錯するシーンもあった森は神戸市内の病院を受診し左肩腱板損傷と診断を受けた球団によると今後は幹部の状態を見ながらリハビリ練習を行っていく